テオゲネスをモデルにした彫刻、剣道士の休息、テオゲネスもしくはテオジニスは古代ギリシアにおけるタソス等の平楽レースの新刊で、古代オリンピックなど数々の競技会を制覇した最強の剣道チャンピオンである。テオゲネスはタソス島で平楽レースに使える新刊であり、夫が平楽レースに変装して妻と成功するという成功数拝により、 ヘイラクレースの子供であるとも考えられていた。彼はボクシングやパンクラチオンなどの競技でギリシア次第競技会であるオリンピア大祭、ピュキア大祭、イストミア大祭、ネメア大祭に出場し、そのすべてにおいて優勝した。ローマの有名な彫刻、剣闘士の休息のモデルとされる。様々な競技会でテオゲネスはボクシングやパンクラチオンによる試合をし続けてきたが、 連戦連勝で決して敗北することがなく、22年間も無敗であった。ネメア大祭とイストミア大祭では9回、ピューティア大祭では3回、オリンピア大祭では、全480年にボクシングで、全476年にはパンクラチオンで、それぞれ優勝した。そのうち、ピューティア大祭における3回目の優勝では、テオンゲネスがあまりに強すぎて挑戦者が現れず、 戦うことなく優勝を飾った。四大祭りすべてにおいて優勝した者は、ペリオドニコスと呼ばれ、神々に近い存在とされて並外れた栄誉を授けられたが、テオゲネスこそは最強のペリオドニコスであった。その並外れた異行を称え、オリンピアやデルフィ、故郷のタソス島に彼の彫刻が建てられ、その台座には、テオゲネスが戦った千三百回の試合の詳細と、 十二行にも、渡る彼を称える三家が掘られており、今でもそれは現存している。また、ポセイディポスの伝えるところによれば、テオゲネスはお子一頭を、ペロリと平らげてしまうほどの退職感であったという。テオゲネスはその超人的な辞席により、死後神々に列せられた。パウサニアスは、ギリシア案内記において、テオゲネスが神になるまでのエピソードを次のように、語っている。 テオゲネスが亡くなると、彼のライバルであった一人の男が毎をやってきて、テオゲネス像を毎晩無で打つようになった。こうすることによって、テオゲネスによって敗北していた日々の鬱憤を晴らそうとしたのである。しかし、無を打っている最中に像が突然倒れてしまい、像の下敷きになって彼は死んでしまった。テオゲネスの子供たちは像を法廷に持ち込み、 たとえ無機物であっても人殺しは人殺しであるとして、テオゲネス像に追放刑を処し、これを海に沈めた。その後、多祖筋までは、協作が続き、穀物が取れなくなってしまった。デルフィエと死者を送って、真意を伺うと、追放されているものすべてを帰還させるべしとの、信託学だった。信託の言う通りに追放者すべてを、 古国タソス島へと戻したが、それでも協作は収まらなかった。そこで、タソス島の人々は再びデルフへと伺いを立てた。それに対する託船は、お前たちは偉大なテオゲネスを忘れているであった。しかし、海中のどこにテオゲネス像があるのか検討がつかず、途方に暮れてしまった。そんな折に、海へ、漁に出ていた漁師が網に引っかかった、テオゲネス像を持ち帰ってきた。 タソスの人々はこの像を元通りに安置し、神として崇め、生に家を捧げるようになった。そして、教作は、ついに収まった。タソス島で神になった後、テオゲネスは、病気を治療し、マラリアから守護してくれる、英雄神として崇拝されるようになる。この信仰は、タソス島だけではなく、全ギリシアへと波及した。ありがとうございます。